フレジュス鉄道トンネルのイタリア側高校、フレジュス鉄道トンネルあるいはフレジュストンネルは、イタリアフランス国境のアルプス山脈にある、フレジュス峠を貫く鉄道トンネルであり、トリノからシャンベリオ経由シリオン、またはパリ方面に至る鉄道路線の一部を形成している。イタリア側の入り口は、ピエモンテ州トリノ県のバルドネッキやフランス側は、 ローヌアルプ地域県サボア県のモダーヌである。1871年に開通したアルプスを貫く最初のトンネルである。開通時の全長は12,220メートルあり、これは1882年にゴッタルド鉄道トンネルが開通するまで世界最長であった。また1980年に並行してフレジュス道路トンネルが開通している。なお、 フランスではこのトンネルのことを一般にモンスニトンネルと呼んでいるが、モンスニ峠はフレジュス峠の北東約 18km にある別の峠である。また、フランスでもフレジュストンネルという表記が用いられることもある。フレジュストンネルの1トンネルの全長は 13,688m であり、伏線で直流 3,000V で電化されている。 トンネルのほぼ中央、フランス側から6907メートルの地点に、イタリアとフランスの国境がある。線路の所属は公式には国境を境に分かれることになっているが、列車の運行は、イタリアのトレニタリアが行っており、トンネルのフランス側にある、モダーヌ駅が、トレニタリアと、フランス国鉄の境界となっている。電化方式や信号方式は、 イタリアの基準に従ったものが使用されている。トンネル内の最高地点は、イタリア側に偏ったところにあり、その標高は1298メートルである。イタリア側高校の標高は1258メートル、フランス側は1130メートルである。トンネル内は、フランス側からは22.2パーミル、イタリア側からは0.5パーミルの上り勾配となっている。 イタリア側からトンネルに至る路線の起点は、トリノのポルタヌオーバ駅である。ここからポー側の支流に沿って、スーザ渓谷を遡り、ブッソレーノで、スーザイの視線を分ける。ここから、山岳区間となり、ウルクスを経由し、バルドネッキアに至る。最急勾配は30.2パーミル。最小曲線半径は345メートルである。 直流3000ボルトで電化されている。フランス側からの路線の起点は、アンケンのキュロズである。ここでマコン及びリヨンからジュネーブに至る路線から、分岐する。ここから、シャンベリを経由し、モンメリアンで、グルノーブル経由バランスに至る路線と接続する。そこからイゼール川及びその支流のアルク川を遡り、サンジャンドモーリエンヌから本格的な山岳区間となり、 サンミシェル・ド・モーリエンヌを経て、モダーヌに至る。最急勾配は30パーミル以上、最小曲線半径は350メートルである。モダーヌ駅まで直流1500ボルトで電化されている。1859年のモンスニ峠1860年まで、アルプス山脈を隔てたピエモンテとサボヤは共に、サルデニャ王国の領土であった。 首都トリノとサボイア家発祥の地であるシャンベリを結ぶ交通路は王国にとって重要なものであり、その役割はモンスニ峠が主に担っていた。1850年代になるとピエモンテとサボイアを結ぶ鉄道の建設が計画されるようになった。調査の結果、モンスニ峠よりもその南西のフレジュス峠を通過するルートが好ましいとされた。 当時前例のない十キロメートルを超える長大トンネルが必要であったが、サルデーニャ王国は、トリノジェノバ間の鉄道で三千メートル以上のトンネルを掘った経験があり、トンネル建設には自信を持っていた。八百五十七年八月十五日、サルデーニャ議会は、トンネル建設を決議し、八月三十一日には、 国王ビットオリオエマヌエーライ二世臨席の下、と、寄式が行われた。サボイア出身の技術者、ジェルマンソメイエが建設を指揮した。作岩機による工事建設初期には工事は、黒色火薬の多は人力に頼っており、1857年から1860年までの屈伸速度は、月平均14メートルという父ちちたるものだった。後に圧縮空気を利用した。 削岩機が投入され、効率は大いに向上した。削岩機の使用は、当初から計画されていたものだが、水力を利用したコンプレッサの調達と航行への設置に手間取り、北側では1861年から、南側では1863年から用いられた。トンネルが貫通したのは1870年12月25日で、あり、 この時のズレは水平方向に 40cm、垂直方向に 60cm であり、当時の技術水準から見ると極めて小さなものだった。またイタリア、フランスの双方から峠の取り付け路線の建設も進められ、イタリア側は1854年にブッソレーの経由スーザまで、フランス側は1862年にサンミシェルまで開通した。 なお1860年にサボヤはフランス領となり、さらに1861年にはサルデーニャ王国はイタリア王国となったが、建設工事はそのまま進められ、工事と開業後の管理はイタリア側が行うものとされた。フランスは公費の半分を負担することを約束したが、着工から25年以内に完成した場合という条件がついており、 期限内に開通することはないと予想していたようである。開通時には両側とも高校の位置が現在とは異なり、全長は12,220メートル、高校の標高はイタリア側1,294メートル、フランス側1,160メートルであった。その後の災害や戦災のため高校は何度か掘り直され移動している。建設開始時には、 高期が長期間にわたることが予想されたため、先行して、モンスニ峠を越えるフェル式鉄道が建設されることになり、1868年にスーザマイナスサンミシェルド、モーリエンヌ間ン 77km が開業した。実用化された、フェル式鉄道としては、最初の路線である。期間は 1100mm の狂気であり、最急勾配は90パーミル。 最小曲線半径は40メートルであった。峠の頂上部を除いては、道路上に付設されており、最高地点の標高は2052メートルであった。トンネルの開通後、1871年12月に、フェル式鉄道は廃止されたが、物奏例の、数座間の標準基路線は、支線として残った。トンネルは1871年9月17日に、 正式に開業し、同年10月26日には、最初の国際旅客列車として、パリ・ローマ間の列車が運行を開始した。また、1872年1月5日からは、カレー・ブリンディシ間に、郵便列車、インディアン・メールが運行され、イギリスとインドを結んだ。開通当時の列車は、蒸気機関車経営であったためトンネル内での排煙が問題となった。 試運転時には、機関士が窒息する事故も発生している。このため、肺炎の少ないコークスを使用する、トンネル侵入前にできるだけ、蒸気の圧力を上げて、トンネル内での倒産を控えるといった対策が取られた。さらに、トンネル内には、圧縮空気管が設置されており、50メートルおきに、新鮮な空気が供給されるようになっていた。南側高校には、 サッカルド式肺炎装置が設けられたが、出力が30馬力しかなかったためあまり効果はなかったようである。肺炎問題の根本的な解決は1915年の殿下を待つしかなかった。トンネルの通過にはイタリアからフランスへの向きで約20分、逆向きで約45分を要した。トンネルの天井の歪みのため、 1881年から1882年にかけて、フランス側高校が掘り直され、全長は13,623メートルに伸びた。新たな高校の標高は1,130メートルとなった。イタリア側の高校も後に落石のため掘り直され、標高1,258メートル地点に移動した。旧高校は、 現在博物館となっている。トンネルを含む鳥のモダーヌ間の路線は、開通当初は、イタリアの私鉄ビットオリオエマヌエーレ鉄道により、運行されていた。後に合併を経て、1905年からは、イタリア国鉄の路線となった。モダーヌ駅以北の取り付け路線は、パリリオン、地中海鉄道の路線であり、1938年からは、フランス国鉄となった。 開通当時、フレジュストンネル内には、単線の線路しか付設されていなかったが、1872年4月に、複線化された。トンネルへの取り付け路線も多くは単線であったが、フランス側は1903年に、キュロズモダーヌの複線化が完了し、合わせて、線形の改良が行われた。イタリア側では、1915年に去る。 ベルトランド・バルドネッキや艦が伏線化されたものの、ブッソレーのサルベルトランド艦の伏線化が完了したのは1981年であった。この区間の急線は最大30パーミルの勾配が連続していたが、新設線は急線より遠回りの経路を通って最急勾配を26パーミルとし、こちらを峠を登る向きの線とした。 フレジュストンネルは1915年5月20日に3小交流で電化された。トリノからトンネルまでの取り付け区間の電化は1921年に同様の3小交流方式で完了した。一方フランス側では第3基上方式による直流 1500V での電化が行われ、1930年にシャンベリからモダーヌまでの電化が完了した。その後、 1961年にトンネルとイタリア側取付線の電化方式が直流3000ボルトに改められ、フランス側取付線は1976年に架空電車線方式に改められた。第一次世界大戦ではトンネルへの直接の被害はなく、フランスからイタリア戦線への補給路として用いられた。 なお対戦中の1917年12月12日、トンネルを抜けて、フランス方面へ向かっていた、軍用列車が下り坂で暴走し、サンミシェルド・モーリエンヌで脱線、炎上する事故が発生した。この事故により、休暇のため帰国途中だったフランス軍兵士など427名、以上が死亡している。 第二次世界大戦中の1940年6月には、イタリア軍のフランス侵攻に備えて、フランス側の高校が、フランス軍によって爆破された。独仏休戦協定成立後、ドイツ軍によって復旧されたが、今度は、イタリア側の高校が、レジスタンス組織巻きによって爆破され、約 1km の区間が崩落した。さらに、大戦末期には、ドイツ軍が、 両側の高校を破壊した。トンネルが完全に復旧したのは1946年9月である。2002年からイタリア、フランス両国はフレジュストンネルと前後の取り付け区間の改修工事を進めている。主な目的は車両限界の拡大であり、ビジョントリの間の前線でギガバイト1規格に適合させ高さ4メートル。 幅2.6メートルのトラックを搭載した列車が通過可能にする。背景には貨物輸送を道路から鉄道に移転させようという政策がある。この他非常時の退避所の設置や信号の改良なども行われる。工事中一時的な単線化などが行われているため輸送力は低下している。完了は2010年の予定であるが、 トンネル内でのアスベスト仕様の発覚などにより、遅れ気味である。モダーヌ駅。TGV が停車している2009年現在、フレジュストンネルを経由する旅客列車には、以下がある。地域輸送用の列車は、イタリア側、フランス側ともトンネルの手前が終点であり、トンネルを越える列車はない。バルドネッキアとモダーヌの間には、 フレジュス道路トンネルを経由するバスが運行されている。第二次世界大戦前まで、フレジュストンイエルを超える列車のほとんどは、夜行列車であり、中行列車は、パリ・トリノ間の急行218、219列車、一往復のみだった。この列車は、戦後1948年に運転を、再開している。 アルン442から448機動車1956年には、リオンミラノ間に、フランス国鉄の X2770 型機動車による列車が登場した。翌1957年にはこの列車は T に格上げされ、モンセニと命名された。1960年には、使用車両が、 イタリア国鉄のアルン442の448機動車に変更された。1972年に、モンスには、通常の急行列車に格下げされ、1973年には、電気機関車牽引の客車列車となり、モダーヌ駅で、機関車交換を行うようになった。1980年には、モンスには、国際インターシティとなった。 一方、1981年の LGV 南東線部分開業に伴い、パリリヨン間の TGV とモンスニがリヨンパールデュー駅で接続するようになり、パリからトリノエは直通列車よりも短時間で到達できるようになった。さらに1983年の LGV 南東線全線開業後は、パリ発の TGV とモンスニをエクスレバーン、または シャンベリで乗り継ぐことができるようになり、パリ・トリノ間の直通急行は廃止された。1996年には、パリ・ミラノ間を直通する TGV アルテシアに、往復が登場した。同時に、リオン・ミラノ間の、モンスには、イタリア国鉄の振り子式車両であるイットル460を用いた、ユーロシティとなり、さらにリオン・トリノ間に新たに2往復のユーロシティが、設定されて、 モンジネブロ、フレジュスと命名された。しかし1トル460は故障が多く2000年のダイヤ改正で客車列車に戻された。さらに2003年12月14日のダイヤ改正でパリ・ミラノ間の TGV アルテシアが1往復増発されたのと引き換えにモンスニなどリヨン・トリノ・ミラノ間の列車は廃止されリヨン シャンベリ間の列車が、シャンベリで TGV と接続するようになった。リオン発着列車の廃止の理由は、イットル460の信頼性の低さに加え、フランス国鉄がかねてからこの区間の列車の必要性を疑っていたためである。しかしローヌアルプ地域圏とピエモンテ州は2010年の改修工事完了後に、両地域を結ぶ列車を運行することで合意している。 貨物輸送路としてのフレジュストンネルは、フランスやベルギーとイタリアを結ぶヨーロッパの南北、交通路としての役割の他に、フランスと東、ヨーロッパを結ぶ経路としての性格も持っている。例えば、スロベニアにあるルノーの工場で製造された自動車をフランスに運ぶのに用いられたことがある。イタリア側からの貨物列車の起点は、トリノのオルバッサーの操車場である。 より遠方からの貨物列車も多くはここで、機関車を交換する。フランス側からの起点はリヨンもしくは、ディジョンの創車場であり、後者ではパリなど、フランス北部やベルギー、ルクセンブルクなどからの貨車が集まる。両者からの貨物列車は、アンベリューで合流し、キュロズ、シャンベリを経て、トンネルへ向かう。イタリア側からの貨物列車は一般に、トリのモダーヌカを従連運転する。 フランス側からの貨物列車の多くは、シャンベリで補助機関車を連結し、モダーヌで、イタリア国鉄の本無機関車を呼び、補助機関車と交換する。この補助機関車は、フレジュストンネル内で走行中に開放される。第二次世界大戦後、ヨーロッパの経済統合に伴いフレジュストンネルの貨物輸送量は増加している。1958年に117万トンだった。 輸送量は2000年にはピークの1010 10万トンに達した。以後はトンネル改修工事の影響で減少している。また2002年からはトラックを運ぶピギーバック輸送が行われている。改修工事の完了後は高さ4メートルの大型トラックも運べるようになる。なお1958年からフレジュストンネルでは自動車を運ぶカートレインが運行されていたが、 1980年のフレジュス道路トンネル開通に伴い廃止された。イタリア、フランス両政府は、リヨンとトリノを結ぶ高速鉄道の新路線を計画している。フレジュストンネルの下に、全長 57km のトンネルが建設され、TGV などの高速旅客列車と貨物列車の双方がこれを利用する予定である。ありがとうございます。